こんにちは。丁寧なメッセージを本当にありがとうございます。前田さん、Facebook もされていたんですね。友達申請、本当にありがとうございます。私もね、Facebook 活動は随分盛んにやっていたんですけども、最近はね、YouTube 一本に絞って、Facebook は1日に1記事上げるかどうかってことになってきます。ただ、やっぱり私のね、一番最初のビジネスの成功例は、Facebook だったんですよ。Facebook を通じて1年間で2500万円ほどの収益を上げました。その方法はどうやったかというと、すごく単純でですね、 Facebook っていうのは一つの宣伝活動の場なんですよね。ですんで Facebook に毎日記事を書くことによって目立っていくってことが大事になってきます。目立っていった上に、お、久保さんの記事はなかなか見応えがあるなっていう風な形で画像と何ですかね、文章を書いていくってことですよね。だからライティングのスキルっていうのは非常に大事になってきます。私はネットビジネスという分野で、その最初の1年を過ごしましたんで、ネットビジネスで成功するためとかね、それからネットを通じての稼ぎ方っていうのをどんどん紹介していきました。まあ今だったらみんなの銀行っていう案件を Facebook に貼り付けると思います。まあこの後貼り付けようと思いますけどもね。そういうふうにして1年間で2500万稼ぐ中には、誰からそのお金をもらったのかってことがあります。人数にして大体400人ぐらいですね。400人ぐらいの方からお金を Facebook を通じていただきました。で、売れた商品の主なものってのは、速稼塾だったんですよ。で、速稼塾というインターネットビジネススクール、これを2013年に作って、そのスクールを売っていったって感じですかね。まあ、あと、長くなりますんで、この後はまた別の機会にお話ししようと思いますけども、これからね、前田さん活動をされる中で、言ってみれば、お金を稼ぐためにやってるところもあると思うんですよ。インターネットのこの SNS とかね。その方法でしたら私はプロフェッショナルですから、何なりとご質問いただければと思います。必ず役に立つと思います。ただし、実行するのは私じゃありません。前田さんがやることになります。もう本当にね、そこだけなんですよ。私は儲かるアイデアはいくらでもお伝えできるんですけども、それをやるのかやらないのか、できると感じるのか、できないと感じるのか、それは、皆さんのことになりますんでね。ちょっとね、偉そうな言い方になったかもしれません。大変失礼しました。でも皆さんにね、金銭的な自由、時間的な自由を掴んでいただきたいと思いますので、口はばったいこともありますけども、いろいろとお話しさせていただきました。それではこれからね、浩二さんはじめ皆さんとも一緒に私もね、歩んでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうもメッセージありがとうございました。